早速じゃあ、水平対向ディーゼル試してみましょう。今エンジンがかかってアイドリングの状態なんですけれども、もうですねほとんど音がちょっとまあディーゼルのトッ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 トっていう音がですね聞こえますけれども、それ以外は全く普通のレガシーと変わらないですね。じゃあ早速走り出してみたいと思います。本当に初めて、水平対向ディーゼルを走らせます。いきます。フィーリングの方は非常に滑らか、スムーズにこう動き出していく、そこがまず印象的ですね。これはですね、すでに昨年の東京モーターショーでもエンジンをですね、飾ったりしたんで皆さん知ってるかと思いますけれども、ついにそれが市販化されるということで、ヨーロッパではですね、確か3月から発売されることになっているということです。出力はですね、最高出力が150馬力を3600回転で発生して、最大トルクは 35.7 キロ、これを、なんと1800回転で発生するという、1800回転といったら本当に街中で使う領域ですけれども、それで最大トルクが出てしまうというそういうエンジンになってます。で、特徴としてはですね、2リッターの、フラット4ディーゼルなんですけれども、他のガソリンの2リッターのエンジンに比べるとですね、ボアが小さいんですね。ボアを小さくした分ストロークを長くして、ガソリンエンジンの場合はビッグボアでショートストロークなんですけれども、このディーゼルの場合はボアを少し小さくしてロングストロークにした。で、そうすることによってですね、 86×86 のスクエアなストロークになってますね。それが大きな違いです。で、ボアを小さくしたことによって何が起こるかというと、水平対向エンジン、まあこう車向かってですね、シリンダーがこう両方にあるわけですけれども、1本2本3本4本であるわけですけれども、要するに縦2本になるわけですよね。で、ボアが小さくなることによってエンジンの全長がコンパクトになる。で、比べるとですね、2リッターの NA の、フラット4と比べるとなんと 61.3 ミリも短くなってるんですね。これ一つポイントなんじゃないかなというふうに思います。まあレガシーもともとですね、フラット4を縦置きしてまあ下に置いているんで、非常にこう走りの素性としてはですね、いい素性を持ってるんですけれども、まあ細かく言えばエンジンの位置というのはフロントのサスペンションにも、まあ前の部分にこう出てるわけですけれども、その部分が短くなることによって溶感性モーメント減りますから、ハンドリングも良くなる。で、重さもですね、小さくなってるんで、こう軽量化が図られていて、比べるとエンジンの重さで比べるとですね、2リッターのターボとほぼ同じ重量だから、重量同じで重さが悪さをしていない上に、エンジンが短くなってこう溶感性モーメント的に有利になってるんで、素性としてはあれ、ガソリンよりもちょっと上なんじゃないのっていう感じが出てくるわけですね。で、実際に走らせてみるとそのあたりちゃんとこう感じることができます。走らせても違和感ないですし、非常にですね、こうレガシーのもともと持ってる良さがですね、さらに一段こう上がった感じがあって、そこが非常にこう好ましいなというふうに思います。ディーゼルエンジンといえばそのガラガラするとかですね、振動がみたいなところっていうのはこうイメージがあるとは思うんですけれども、もちろん最近の新世代ディーゼル、みんなそういう部分をクリアしてきていいものになってる、そういった新世代ディーゼルの中で比べても結構ですね、静かだし振動も少ないしっていうところが特徴になってますね。で、実際にこの電動パワースでですね、走らせてみると、すでに日本ではフォレスターの2リッターの NA にですね、初めてこう電動パワースで搭載したんですけれども、それの出来が非常にいいなと思っていたら、こっちもやっぱりいいですね。電動パワースで使ってる車だとですね、走ってこう乗り出した瞬間になんか、うわ、ちょっとこれどうなのっていう思うようなですね、フィーリングあったりして嫌になっちゃうことあるんですけれども、そういう部分は全くないです。直進からスッて切ったところのですね、この可動域のすごく微妙なところもですね、しっかりとそのフィールが出てますし、違和感もないですね。非常に滑らかでドライバビリティがやっぱ高いですよね。本当に乗りやすい車という印象があって、いいなっていうのが率直な印象です。
ッパの、車はですね、ディーゼルエンジンの車っていうのが乗用車の大体約5割以上というふうに言われてるんですね。だからほとんど、半分以上がですねディーゼルエンジンを搭載している。で、まあ、燃料の方はですね日本に比べるとあのディーゼル燃料の値段っていうのが高いんですけれども、ただですねやっぱり燃費が良くて航続距離こっちは長いんで、あの長く走るんで、そういう時にかなりやっぱメリットが出るということで人気だそうです。もちろんパワーとかですね気持ちよさっていうのもあるんですけれども、それ以上にやっぱりお財布に優しいというのがあって、まあ、これはですねおそらく日本であれば日本はですねディーゼル燃料安いのでもっと財布に優しいというところが強調されるんじゃないかなというふうに思います。じゃあですね、今から入れようと思います。アルティメイトの方ですね、これはいいやつを。はい、